どうも、みそにこみです。私今前髪を伸ばし中で、鼻にはつかないけどっていうぐらいの長さで、すごい鬱陶しいんですよ。ということで、今日は伸ばしかけ前髪の方必見、簡単な前髪アレンジ方法をご紹介したいと思います。アメピンアレンジ。アメピンをここに1本使うだけの簡単な留め方ですね。まず前髪をもう8対2ぐらいのところから持ってきちゃいます。そしたらこの前髪をこっちに持ってくるわけですよね。ここを止めます。そしたらこの辺の毛をですね、ちょっと前に持ってくる、前髪をちょっと出します。でここにボリュームを持たせます。で最後にこの辺にスプレーをチャーっとかけると結構しっかりまとまります。猫耳前髪。まず前髪をセンター分けにします。そしたらだいたいこのおでこら辺、対照的になる部分から前髪をこんな感じでちょっと束にしてつまみます。そしたらこれをこっち向き、ぐね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 します。こう内側になるべく入るように。止めます。こっち側もこっちと同じくこんな感じです。まあ、このままでもいいんですけど、やっぱりボリュームを持たせた方が可愛いので、ここで微調整ですね。このグネグネになったところをちょっとこう毛のこのふわっと感を出してあげましょう。これはもうデコが全開になるのですごく楽なスタイルです。ポンパドールスタイル。まず前髪より後ろの毛でポニーテールを簡単に作ります。そしたら今度は前髪を一つに束ねて、ねじねじとねじりながら一つにまとめていきます。この時ピンは2本で留めた方が留めやすいです。完成です。まあ、これもさっきと同じで、自分のこう微調整によって全然印象が変わります。あとこのポンパドールにする範囲をもっと広げて、もうこの辺から結構この辺からがっつりもうまとめちゃえば、ちょっとリーゼント風な、もうかなりアップスタイルで、すごく印象としても明るい印象になりますので、とっても可愛いと思います。編み込み。意外と簡単なんですよ、編み込み。まずここを七三に分けます。そしたらこの辺も適当ですよ、適当。ちょっと束取りますね。そしたらイメージとしては三つ編みですから3等分にするじゃないですか。それをこの縦のラインで考えてください。1,2,3 等分みたいな、1,2,3 とね、こんな感じ。もうざっくりでいいです。生え際側から中に入れ込むっていう意識でやれば絶対できます。ですね、内側にこんな感じで止めて、超適当なんですが、なんとなく編み込みになってるってだけで可愛いんですよ。なんなら雑にやった方がこうラフな印象になるので、まあ、いろんなお洋服にも合わせやすいですし、こういい抜け感が出るんじゃないかなと思うんですよね。で、あんまりにもびっしりしてるなと思ったら、もう先ほどと同様この辺から髪の毛をねちょっとほぐすんです。はい、ほぐしてみました。またこれでねちょっと印象変わりますよね。こちらの方がもう柔らかい、もう女の子っぽい可愛い感じになります。正直私自身ヘアアレンジとかは全然苦手で、まあ、今回 もう大したすごい技とかをご紹介はできなかったんですが、やっぱりこういうのってもう日頃から
こう短時間で簡単に誰でもすぐできるっていうのがやっぱり自分でやるのはすごく大事だと思うので、まあ参考になるかどうかはわかんないんですけれども、まあこんなのが簡単にできるよっていうご紹介でした。よかったら皆様もやってみてください。すぐできるんでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、みそ煮込みでした。またねー、バイバーイ。